ジギングのメッカとして名高い玄界灘。特に年末から年始にかけての時期は大型のブリに加えてヒラマサも当たってくることから、ロッドを極限まで絞り込んでくる過激なファイトを求めて全国各地から多くのアングラーが集結する。今回はそんな玄界灘を舞台に、この番組ではおなじみとなった上田マスオが福岡の正月には欠かせない大型のブリ、そしてヒラマサを狙う。はい、上田マスオでございます。はい、吉本馬王です。はい、ヒデです。よっしゃ、はい、はい、今日もというか今年もというかね、この3人で楽しく愉快な釣りを皆様にお届けしていきたいと思っておりますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで新年一発目来ましたね。第8系丸ですよ。はい、ありがとうございます。はい、釣れちゃうんでしょうか。釣れるでしょう。まあ、ちょっとね、いろいろ都合があって潮は最悪の日ですね。、はい、しかも海もすごい凪で船が動けばというところでしょうが、今日は何を狙っていきますか。まあ、今日はまあ青物全般で、はい、ね、ブリ、ヒラマサ、ほいほい、はい、でまあその後にタイ狙ったり、ほいほい、いろんな釣りをね、ちょっと展開していこうかと、はい、ということで今日は欲張り企画、はい、こういう時はよくよく外します。まあまあまあちょっとね、ちょうど放送のタイミングがお正月ということで、できればね、まあ、いい青物、まあ、ブリを中心にお届けできればなというふうに思っておりますので、一日よろしくお願いします。釣っちゃうぜ。お願いします。すると開始早々いきなり橋本にヒット。上だった。いや、下から5メートルです。お、簡単です。続けて船の後方で釣りをしていた香里さんにヒット。いいね、新年一発目、嬉しいね。ヒラゴかな。お、見えて見えた。見えた。いけるいけると。あ、ヤズか。ヤズ。うわあ。さあ、波乱の2022年。幕開けでございます。初回しやりましたね。こちらは魚とファイト中の香里さん。はい、おお、やったね。おお、ナイスな。ヒラゴか。え、こちらヒラゴやね、これね。ナイスナイス。ありがとうございます。2020年、22年、一発目。ちょっと前バラしちゃったからな。ナイスナイス。下の方で食って上の方だった。下から15キロしたんで、うん、はい、結構いい感じでゴーンときた。はい、ゴーンときました。やりました、やったね。ちょっとうちらも負けんで頑張っていこうな。おめでとうございます。ナイス。オッケーオッケー。続けて狙っていると、よっしゃ、うわー、ヌアン。上田は惜しくもフックオフ。今度は橋本にヒット。やっちまったな、俺もしょっぱら。サイズどうも。いやー、さっきと同じくらい、負けてないです。慎重に行こうね、今回は。はい、オッケーオッケー、ナイス。ロッドじゃ、ナイスナイス。いや、いいサイズだね。てかもう餌めっちゃ太いね。お腹パンパンしと、ね、やりましたね。私ちょっと当たったんですけどね、バラしちゃったからね。ナイスナイス。ありがとうございます。オッケー。今多分この朝掛けだけだと思うんで、できれば自分もね、この朝のタイミングで1本
取っときたいけど、さっきのミスバイクもったいなかったな。まあでも本当に海のことなんでね、昨日ダメでも今日は良くて、昨日まで絶好調で今日はダメとかよくあるから、まあ今年もね諦めずに頑張るそれがテーマかな。ちょっとねベイトタックルに変えて重ためにして、リアクション要素強くしてるのと、ちょっと糸が全然前に出てかないので、ちょっとしっかり動かしてあげようと思うことでベイトタックルに変更しております。お、嘘、またしても足元にヒット、絶好調。もうちょっと絶好調じゃん。探してます。上の方だった今意外と。10メートルぐらい。え、10メートルぐらい。うん、よっしゃ。お、ここで上田に待望のヒット。いただきましたね、新年一発目、真央くんとダブルヒット。いい曲がりしてんな、楽しいね。マオナイス。まあ一緒ぐらいだと思うけど、すごく嬉しいでござるよ。やったな、一発目から坊主はね嫌だったから。まあまあいいかもね、サイズ。まあまあまあ一緒ぐらいか。今普通のワンピッチで食ってくれましたけど、ちょっと強めのタックルなんで、はい、強引に投げてきました。よっしゃ、やりましたね。ちょっと真央くんが先にかけたんでね、ちょっと負けてらんないなと思って頑張って先にましたよ。僕ね 250g のちょっと重めなんだよね。ちょっと重たい時のリアクション要素で、まあでもちょっと上だったね。上でしゃくったところでドンと持ってってくれました。やりました。まで当たりが出ていなかった三笘に待望のヒット。ヒデちゃん、ナイスナイス。サイズはちっちゃいね、ちっちゃいよ。なんか青物、青物だと思う。どの辺に蹴ったの。でも10しゃくりぐらいよ。オーケー、ヒデナイス。オーケー、やったね。ちょっとちっちゃいけど、ちょっとこんな幸先いいスタートあるか、ヒデちゃん。いいね、一発目から3人ともゲット。はい、やりました。ナイスナイス。お、ヒデちゃんはシルバーゼブラの方で食ったのね。175。あれはどうだ、やっぱ下の方で、うん、早めのしゃくり、ゆっくりのしゃくり。早めのしゃくり。早めね。おお、ちょっと細いけどね。ちょっと もう全然全然。ナイスナイス、やりました。オッケー。やっぱライトタックルでやると楽しいよね。楽しいね。これ P15、1.55。これは1号、1.5 か。1.5 にリーダー7号ぐらいか。そうそうそう。いい釣りだね。はい。あれ、あとは本田さん。言わんかったけど、あんただけよ。頑張ります。スタート直後からブリ・ヒラマサの連続ヒットで盛り上がる本日の限界灘。後半戦、さらなるヒットシーンにご期待ください。旅行は漁師さんの仕事場。
迷惑行為はやめよう。マナーも腕の内。今回のルアパラ九州 TV は玄界灘のブリ・ヒラマサジギングをお届けしています。なんか糸が出だしたね。潮が止まってきたんか。ここでダイラマに切り替えていた香里さんにヒット。もうやばい、でかくない？おナイスナイス、慎重に行ってよ。ナイスナイス。さあ、なんかね、でもちっちゃくはないよね。いや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 、走った。タイかな。かなりの引きを見せているが、果たして魚の正体は。本物だ。ヒラゴだ、ヒラゴ。優しくあげたけんか。うわ、やばいな、ここで反応されたくないな。うわ、怖いな。うわ、怖いな。しかもちょっといいサイズ。もうちょっとポジしてます、ポジしてます、ポジして。よし、ここでいこう、ここで。いいサイズじゃん。ナイスナイス。え、いいサイズじゃん。ナイスサイズだね。あ、涙も落ちちゃった。あら、ちょっと、いや、いい、なんか悔しいな、横浜さ。一生懸命しゃくって。え、子供の方だった。そうですね。はい、ナイスナイス。やっぱ台山の魅力だね。でも何でも釣れるってね。釣れました。ナイスナイス。かかってる。ね、いいとこかかったね。これやったらバレるね。オッケーオッケー。イエーイ。オッケー。ありがとうございます。引き続きジグを使って青物狙いを継続中の橋本と上田。すると、おお、マジか。またしても。タイラバの香里さんにヒット。香里ナイス。タイラバですね。頑張れ香里、頑張れ。いや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 、やるね、かおりさん。じゃ、バーンと待って、前にダンと。ナイスナイス、やったね。こうちょっとペッペッて巻いてさ、ナイスナイス。やっぱ今もゆっくり巻いてたら、ゆっくり巻いてます。バーンと。平場なのかな、ひでちゃん。選ぶでしょと思って、俺ジグスーパーレイトやってるから、ただ巻きしても当たんない。やりましたね、ナイス。オッケー。ありがとうございます。いいやつだね、美味しそうだね、もうね。はいはいはい、これディレクターさんの要望で平場にしてます。やっぱめでたいがね、釣りたいということで。もうね、この場所自体で釣りするのがもうね、船長自体も10年ぶりぐらいということで、でまあ、あのちょっと魚礁はあるんだけれども、基本的にはフラットで、まあ、タイもいるような雰囲気があるので、でけえタイがひょっとしたらね、食ってくれるかもしんないんで、まあ、釣りはね、ほんと絶対がないから、いろいろね、試してみたら何が起きるか分かんない、ね、さっき香里さんなんて、ね、みんな一生懸命しゃくってんのにさ、ね、ジグで青物釣りたくて、ね、平場に、ね、青物も連発とかしてるんで、ね、ちょっと平場をやっていきたいと思います。マダイを求めて平場に切り替えた上田。すると、なんとヒットしたのはジギング継続中の三笘。青物、多分ヒデちゃんよ、さっき平らばしてほしいって言ったの。お、お、いいよ、叩きようね、叩きようね、クイックイしようね、クイックイ。やるやん。これもかなりの引きを見せているが、魚の正体は果たして。お、いいサイズ、いいサイズ、ヒデちゃん、いいサイズだね。正月ぶり
正月ぶり。ナイスナイス。危な。ナイスナイス。ナイス、ひでちゃん。やったね、ナイスひでちゃん。ナイスサイズ、ナイスサイズ。やったね、5キロはあるね。あるね。ナイスサイズ。今中層だったの、ボトム。いや、今ボトムやった。でもゆっくりだったよね、しゃくりは。止めたね。止めてコーンと。うん、止めてコーンと。いいやつだね。いつもの感じで来ました。ナイス。いえ、嬉しいね。いいね。ナイスサイズ。またロングジグ。まあヒラマサとね、まあブリ、まあ別にこうしゃくりの絶対的な違いはないんだけどね。まあどっちかって言ってやっぱヒラマサの方が早くちょっと激しく動かしてあげるのと、まああんまりヒラマサをそこで食わせすぎるとやっぱりすぐ根に行かれちゃうっていうのがあるから、やっぱりちょっと上で食わすっていうのは意識した方がいいかもしれないね。どっちかっていうと自分の中ではヒラマサを意識したしゃくりを今。でも最初ちょっとやっぱ5メーターから10メーターぐらいをちょっと切ってあげて、そこからアクションするっていう感じかな。でこう食わせたいポイントでしっかりジグを動かしてあげる。で逆にね、もう例えば釣ったもうブリがもうあのイカを出したよとかっていう、そういうもう明確にね、もうボトムのイカを食ってるなみたいないう時だったら、もうほんとそこ中心でいいと思うんだよね。まあそんな時は特にこうやって糸がね前に出ていった時なんかだったら、もうジグが勝手に横を向きやすくなってくれてるから、そういう時はもうほんと優しい巻きと止めで、この止めた時に食ってくれるのをこう待つみたいな。でもう大体 10m から 15m だけやってもまた落とし直すっていう、まあ、本当どのレンジを狙うか、まあ、そのブリとヒラマサをっていうよりもどのレンジを狙うかっていうところで分けたらいい気はするけどね。でこう上のレンジまでしっかり釣りたいなって思ってる、まあ、さっきね下から 50g で反応が出てるよって言ってたんで、もうそういう時は糸がちょっとある程度前に出ちゃったらもう早めに回収して下に落としてしっかり上までねジグがアクションできるように、こう糸が何だろう前に行き過ぎないようにしっかり立ったような状態でね狙ってもらうといいと思いますけどね。ここで足元にヒット。おお、下からどんぐらいだった？15くらいでしたね。やっぱ真下で食ってるね。はい、真下ですね。結構普通のワンピッチ。やべえ、またこのタイミングで俺釣っちゃうんだろうな。うわ、来た、本当に来た。今のは完璧だろ。まあだってあのマオがもうレンジを教えてくれたから、もう言った通りのレンジ。足元はヤズをキャッチ。上田にはヒラマサがヒットしていた。おいやー、やりやした、やったよ。ちょっとやめて。いやいや、いいとこかかったなこれな。 いいサイズだね。おおおお、高くん、これまで当たりが出ていなかった本田さんに待望のヒット。おおおお、さらに続けて足元にヒット。でかい。これはかなりサイズが良さそうだが、果たして。青くん、何ブリ？ちっちゃいですね。はい、小さいです。ヒラメ。なんと大型のヒラメとヤズが同時に浮いてきたが、お祭りしていて危険な状態だ。ヒラメ1個目、ヒラメ1個目入った。もう1個入れて。ヒデちゃん頑張って。
ナイスナイス、オッケーオッケー、やったね。あれ俺だけないじゃん。なんかこれ。やっと釣れました。やっと釣れたらよかった。いやー嬉しかよ。なんかでかいって言ったでかいが違うでかいだね。そうそうなんか。最初からでかい。ナイスだね。はい、これナイスだね。こんなアクシデント、やっぱヒデジこれ狙ってた。狙ってた。さすが。あ、これヒラメ食うよっつって。もう間違いなくマオに伝わってろと思って。なるほどなるほどなるほど、さすがです。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。はい、2022年一発目のルアーパラダイス九州 TV、 皆さん、はい、楽しんでいただけたでしょうか。はい、まあね、なんとかね、まあ、ちょっと渋い渋いと言われている中でしたが、うん、まあ大物がね、取れたんでよかったんじゃないでしょうか。まあね、新年ということであれなんですが、まあ今年もね、まあ、このメンバー中心に我々ライズジャパン、そのオフショアの楽しさね、その釣果とか釣り方とかルアーとかそんなのじゃなくてね、まあ、そんなのだけじゃなくて、本当オフショアのルアーフィッシングの楽しさというものを、視聴者の皆様にお届けしていきたいと思っておりますので、また改めましてこの1年よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。ということで今日はどうでした？楽しかった？楽しかったです。たぎってたね、しっぱなからね。いや、まだまだ、はい、もっと、はい、楽しかったですね。ヒデちゃん、どうだった？まあ、読み通りでしたね。読み通りでしたね。アンデラとしても、はい、読み通りでした。まあ、こんな適当な3人ですが、今年もよろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。